演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのエビとブロッコリーのサラダを食べたいと思います。エビというだけあっていろいろ入ってエビ見えますね。ポテトサラダの中に入ってるのかな、それとも違うのかな。まあ楽しみではありますね。チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。準備できました。ではいただきます。エビがなんか物足りないなからしれ。エビはいつも通りシャキシャキして美味しかったのですが、エビとブロッコリーの特にエビの部分がマヨネーズにあやられすぎてしまっていて、食感はともかく味をちょっと感じられなかったのが残念でしたね。プリッとした食感はいいのですが、エビの味も感じたかったなという部分がありますので、こちらも点数とさせていただきます。マヨネーズベースとしては悪くはなかったのですが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。